アルビオンウッドベリースモールは1892年にアメリカ合衆国における最初の独立した社会学の部局をイリノイ州シカゴのシカゴ大学に創設した社会学者。彼は社会学が有効な学術の分野として確立されていく上で影響力を発揮した。社会学におけるシカゴ学派の第一世代を代表する人物の一人。スモールは メイン州バックフィールドに牧師の子として生まれ、同州のバンゴやポートランドで育った。1876年にコルビー大学を卒業した後、バプテスト教会の牧師を志し、同年から1879年にかけてアンドーバーニュートン人学校に学び、卒業はしたものの聖職者にはならなかった。ついで、1879年から1881年に、 かけてドイツのベルリン大学とライプツィヒ大学で歴史学、社会経済学、政治学を学んだ。また1881年にはドイツでバレリアフォンマッソーと結婚した。帰国した1881年には母校であるコルビー大学の教員となり、歴史学と政治経済学を教えた。1888年から1889年にかけては。 コルビー大学で教鞭を取りながらメリーランド州ボルチモアのジョンズ・ホップキンズ大学で歴史学を学び1889年に博士論文ザビギニングスオブアメリカンナショナリティを提出して PhD を取得した。また1889年から1892年までの間コルビー大学の第10大学長を務めた。1892年 彼はシカゴ大学に最初の社会学部を創設した。彼はその学部長の座に30年以上止まった。1894年、彼はジョージ・エドガー・ヴィンセントとの協調で世界初の社会学の教科書となった社会研究への入門を出版した。1895年にはアメリカ社会学雑誌を創刊した。1九百五年から百二十五年にかけて、 彼は、シカゴ大学大学院の人文学系大学院の代表者となった。この間、1912年から1913年にかけては、アメリカ社会学会の第四大会長を務めた。アルビオンウッドベリスモールは、フラタニティ組織デルタカッパイプシロンの再チャプターの一員であった。ありがとうございます。